ここまではトラビスのポイントで4得点。一方横浜アクチェンバー1つフェイクを入れてミドルショットを落ち着いて決めてみせました。昨日は15得点のアクチェンバー。森1つフェイクを入れて河村です。レクトンからいいポジショニングつながりました。いいですね。横浜の得意な形のセットオフェンスからの展開でしたね。はい、アクチェンバースの得点、これで1点差。生原です。さあアウダ、アクチェンバースがアウダにつないで、いいプレーですね。インサイド、まずはディフェンスでそこにつなげていきたい。追いかける島根ですが、一方の横浜、チェンバースいいですね。はい、横浜がチームファール4つという中での島根の攻撃の展開はどうか。間に入った森、ただ島根のボールは継続か、横浜に変わるか。ジャンプボールシチュエーションになります。島根が抑えるか、横浜が突き破るか、アウダが行く。チェンバース選手、ここはアウダ選手、選手をしっかりとチームとして生かして、その上でアウダ選手もそれに応えて